暗黒末だろ。11時ぐらいまでいろんなところ待機してる。香川さんがやっぱいるとね、香川さんとか鶴の神鮫島やっぱ強いよね。ずっとピークタイムに1位2位この辺ね、食い込んでいけるようになんないとね、うん、はい、わたつみよるいらっしゃい、楽しんでってね。みんなツイッターでシェアしてね、ツイッターで和道の放送をシェアして、多分ね、画面の下の方にあのツイッターでシェアするってボタンがあるから、和道の放送始まったらツイッターでシェアよろしくお願いします。よろしく。あ、フォロワーが増えたかな、うん、コーニーさんフォローありがとうございます。ありがとう。おお、すごい、40名になったフォロワーが。はい、ハッチワトツいらっしゃい、楽しんでってください。フワッチ面白いよね、結構面白い、ハマってます僕。パッポッパラパッパッ、ハンバーガープレゼントありがとう、してきた、ありがとう。みんなツイートして、バーガープレゼントありがとうございます。ハチ、花火くれ、花火、長渕やろ、長渕やろ、花火、花火。バーガー、バーガーは何なんだろうね、これも全部ポイントになるんだろうね多分。花火やろうぜ、花火、花火にハマってるから、でっけえ花火打ち上げようぜ。いい感じにこじってんじゃん。ハッチさんゴー。はい、ワードツー。たくみさんいらっしゃい。ふわっちでね、昨日美味しい、夜中美味しい思いしたからね、俺。ふわっちで80人来たからハマってるんだよ、今。やっぱさ、配信者はさ、あ、花火さんいらっしゃい。昨日ありがとうね。昨日っていうか今日の朝か。来てくれてありがとう。こんにちは。俺決めたよ。あのね、花火があるたびに長渕剛のモノマネする。花火が一発上がるごとに、なんだ、長渕剛で好きな歌ワンフレーズ歌う。のりこぴー今トイレ行ってる、うん。俺の芸風が決まった。とりあえず、ふわっちでは長渕剛をやりまくるっていうね。そういう感じで行くわ。あれ、まあ、ふわっちだなんて珍しい。昨日からハマってるんですよ。ふわふわさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。お願いします。ふわっちにハマってます、僕今。15名さんいらっしゃい。8名さんさようなら。てねてってん。てんてってでまったり垂れ流し配信ありかもしんないね、うん、お、花火きた、あ、じゃあありがとう、ハッチさんありがとう、リクエストお願いします。ハッチさんのために歌おう。それでは、ハッチさん、リクエストお願いします。知ってる曲にしてね。知ってる曲にしてね。お願いだから。知らない曲対応できないから。ベタな曲頼むよ、ハッチ。ありがとう。よし、腕が鳴るぜ。しかも2発だから、2発だから2曲。2曲やります。2曲。ありがとうございます。マジだよ。
2曲やりますんで、あの、2曲選んでください、ハチさん。ありがとうございます。みんなパチパチ。ハッチさんにパチパチ。何が来るかな。やばい、和道さん面白い。ありがとう。何が来るかな。バラードでもいいし、ワンフレーズ歌うんで。何が来るかな。ハッチの選曲がね、楽しみだね。2曲だからね。ふわふわさんパチパチありがとう。花火ちゃんパチパチありがとう。これ選曲しないで花火ぶっ込んだパターンだね。ハッチありがとうね、いつも。ハッチさん考え中ね、走行してるね。とりあえず、尾崎尾崎を長渕か。尾崎か。オッケー。では、ヘッチさんに歌うぜ。I love you. 今だけは歌い出し間違えて長くなるぜ。悲しい歌聞きたくないよ。I love you. 歌い出しから逃れたどり着いて。ベストベこの部屋もうやりきるぜ。何もかも許されて恋じゃないから岸辺ベッドの上で優しさを待ちやり。ありがとうありがとう。はい、じゃあもう一曲考えておいてください。思いっきりサビからじゃなくて、思いっきり A メロから入っちゃったから、長えなと思って。A メロから入ると思わなかったから。びっくりしたわ。やらかしたね、完全にね。これあれだね、あの、歌い出し、ちゃんとしないと、これ、あの、ぐだるパターンだね。うん。尾崎豊かね、15の夜にしようか、I love you にしようか、どっちか迷ったんだよね。曲名じゃないのと思って。うん。面白いよね、うん、ありがとう、ハッチ。風船10個ありがとうございます、ナリコさん。このくだらない感じがいいよね。くだらない感じ。完全に内輪乗り。和道リスナーオンリーに向けて配信をしてますよ。なんかみんなも楽しんでくれると嬉しいね。あと1曲？あ、そっか。2曲だからもう1曲できるよ。もう一曲。あれだよ、ハッチ。もし考えるのめんどくさかったら、誰かに振っていいよ。誰か考えてって。考えるのめんどくさかったら、あ、ご指名ありだからね。花火した人は。金が絡むと生き生きするっていう、この配信者の、配信者の悪いところが前面に出るのがいいよね。結局金なのかよっていうね。ふわふわさんフォローありがとうございます。よろしく。残酷な天使です。いや、きついでしょ。いいとこついてくんな。できるかな。残酷な天使です。きついでしょ。やらないとダメ。できるかな。全国の天使ってぜ、まだまかれやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く、少年よ神話になれ。ありがとうございます。高いよ。キーが高いよ。キーが高いよ。ありがとう。あ、でも B メロとかいい感じになるかもしれないね。B メロとかね。ありがとうございます。閲覧激減したけどね。
新規リスナーが、何なのこの放送。うるせえわっていうね。新規リスナー、ドン引きでしょ、これ。ちょっとこれ考えないといけないね。今後の対応考えないといけないね。新規リスナー獲得していかないと、ただのまた寒い重なるしに戻るからね。まあやっぱあいついてえわ、みたいな。閲覧激減したからね。半分に減ったからね、今。ああ、面白い。ああ、ウケるわ、ほんと。うん。帰ったね。完全にお帰りになったよね。ダメだ、ついていけねえわ、この放送。少し黙ってないのね。やっぱ昨日はノンタンがいたからかもしんないよ。やっぱ、おんにゃの子がいたから、おんにゃの子がいると、閲覧増える法則だよ。だから、ノンタンに、後でメイクしてもらおう。ねえ、ノンタン。外配信行こうかな。あ、ノンタン遊び行く、どっか。やだ。ほんと引きこもりだからな。なんかね、ノンタンどっかデート行きたいとこあるのって聞いたの。うん。そしたらね、私引きこもりだから家から出たくないって言われたからね。普通さ、女の子ってさ、どこ行きたいとかさ、何買ってとかさ、すごいわがままなイメージなんだけど、ノンタン、ノンタンね、あのね、あんまりね、あの、お金がかからない。何食べたいって言ったらね、あの、コンビニでいいって言われたから、なんかやっぱり彼女だから、あの、いいとこ連れて行かないといけないのかなとかさ、考えるじゃん。なんかファミレスとかダメだよなとか、おしゃれなところとか知らないなとか、すげえ悩んでたの。どんなところで女の子とご飯食べればいいんだろうつって、ノンタン何食べたいつったら、セブンイレブンって言われたからね。私、外行きたくない。セブンイレブンがいいって言われた。助かったーと。いや、二人でよくセブンイレブンのメロンパン食べてるもんね。ハンバーガーありがとう。しかもね、喫水の和道リスナーだから、ハンバーガーありがとう。喫水の和道リスナーだからね。あの、俺がメロンパン美味しいよっていうレビューをやったのよ。ニコニコ生放送で。このメロンパンめっちゃ美味しいよって言ったら、メロンパンにハマったって言ったから。こいつほんとオタクだなぁと思う。放送が大好きなんだよ、ノンタン。ノンタン付き合いたての頃名言残したからね。私にとって、あの、ニコ生の生主は芸能人とほぼ変わらない。テレビ見ない私からしたら、ニコ生の配信者はテレビタレントと一緒だっていう名言を残したら、絶対違うだろうと思ったけど。絶対違うと思った。ノンタン天然だから。20名さんいらっしゃい。45名さんさようなら。うちセブン近く、あ、そう。あの、北海道ってセブンイレブン少ないんだよね。あのね、東京はすごい多いの。あのね、東京はね、セブンイレブンよりファミリーマートが多いんだよ。で、埼玉とか多分ね、千葉とかのね、ちょっと郊外に行くとセブンイレブンがすごい多くなるの。全国的に見るとセブンイレブンがシェアナンバーワンなんだけど、あの、地方格差があるんだよね。東京はファミリーマートが激強。なんだっけ、あの、北海道独特のコンビニがあるんだよな。なんか名前忘れちゃったんだけど、なんか北海道にしかないやつあるよね。私と放送どっちが大事なんて言わなそう。全然言わない。むしろ、なんかね、ノンタンは、もう、放送見始めて7年ぐらい経つ、もう、喫水のリスナーだから、なんかね、俺のことずっと応援してくれんの、もう。なんか、早く大手になっちゃいぐらいにね、背中ポンポン押してくれ。大手になれとか言わないけど、もうね、どんどんね、こういう配信やったら面白いよとか、こういうのいいよってアドバイスくれて、そう。配信が盛り上がった方が面白いっていう人。だからすごく楽。セブンだ、セブン。弁当が一番美味しいのセブンイレブンじゃない?で、なんだろう、男向けの、なんか甘いスイーツとかパンとかが強いのがファミリーマートって感じで、ローソンは OL のなんかオーガニック系が強いイメージがある。そうなの、そうなの、放送してほしいかのな。だから、なんかね、さっきもふわっちで放送やろうかな、外配信やろうかなって言ったら、パソコンからコメントしたいから家帰ろうかなって本気で悩んでたからね。どうするのって。後ろにいるとさ、彼女は自分のパソコン持ってこれないから、なんかニコ生でコメント打てないらしくて、ああ、私帰ろうかな、コメント打ちたいなって本気で言ってたから。かわいいでしょ。
だから本当にね、もうリスナーキッスっていうか、リスナーやるのが大好きなオタクだよ、本当に。サンクス、さっき言ったんだけど、サンクス行ったらね、なぜかね、ファミリーマートの商品が並んでた。もしかしたら合併したのかな？ファミリーマートとサンクス。なんか、お菓子のコーナーがファミリーマートのロゴが入ったお菓子が並んでたから、多分合併したっぽいね。いい女だ。本当にね、理想の彼女だね。マジで。なんか、リスナーさんと付き合ったことなかったからあれだけど、本当理想。すごいね、なんか配信がどんどんね、楽しくなるよ、彼女といると。リンゴの助さんいらっしゃい。作業してたからロムってた。ワード2、はい、いらっしゃい。あ、合併したんだ、やっぱり。ファミリーマートと。なるほど。合併したんだね。あれ？香川さん今外配信やってんだ。あ、じゃあ外配信 OK じゃない？香川さん今外配信やってる。風船ありがとうございます。飲んだ風船いっぱいありすぎでしょ、いくらなんでも。これ香川さん用でしょこれ。絶対香川さんのために風船いっぱい買い込んでたパターンだよね。ウケる。画質はあんま良くないのかな、ふわっち。あれ香川さんいんの、東京っぽくね。大阪だ、大阪にいんだ今。いいよな、大手配信者はね、いろんなところ行くもんね。やっぱそういうの大事だよな。うん。そうそう。なんか噂によると香川さんに相当貢いだっていう噂が流れてきたよ。あ、のりこか。FC2 で香川にチップやりまくってたやつだなっていう。フラッチ画質いいよね。なんかね、でも外配信のさっき画質見たら、なんかちょっと荒れてたんだよね。色が変。画質いいんだ。なんかあれだよね。ニコ生ライブエンコーダーできたらいいんだけど。画質スマホはめちゃくちゃいい。キャスよりもいい。キャストニコ生とどっちがいいかな。ニコ生ぐらい出力出てんのかな。問題なさそうだよね。フレームレート数もかなりヌルヌルだし。そう、ニコ生さっきめちゃめちゃ、ちょっと重たい。ふん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 。なんかラグがね、コメントのラグが10秒ぐらいあるから、そこだけ意識してやった方がいいよって言われたけど、10秒ぐらいのラグだったらあんま気になんないね。声がこもってる？嘘？あ。これだっけマイク今。あ。これマイク。のんたん食べた食べたよ。のんたん食べた食べたよね。美味しかったってめちゃめちゃ言ってたよ。みんな楽あるんだ。マイク切り替えようかな。マイクは放送中は切り替えらんないんだ。多分これなんだよね、マイク。こっちかな。どっちだろう。こっちか。あれ？こっちっぽいな。あ。どっちだろう。なんかね、マイクの設定がね、若干なんか、選びづらいんだよね。うん。あ。すごい喜んでた。美味しいって。俺も大好き、あのタルト。あれはやばいわ。おすすめするだけあるわ。うん。のんたんの香川のトイレでオナニーは受けた。あれめちゃめちゃ受けてたよ。ふわっちリスナーさんも見た見たって言ってた。めちゃめちゃ面白かったって言った。カメラ、こっちの方か。こっちの方。こっちか。こっちの方はね、集音マイクだから、音をね、分散して拾うんだよね。だから、ちょっとこもるっていうか、遠いんだよね。このピンマイクじゃ意味ないんだ。あ。ピンマイクでやりたいんだけどな。ピンマイクの方が音の集音がいいから、ノイズが入りづらいって感じかな。うん、後で、調べてみます。いろいろと。ふわふわさんはやっぱふわっちのリスナーなのかな。コテコテのふわっちリスナー。
千ありがとうございます。残り9分だ。30分短いな。30分すげえ短い。なんか時間が経つの早いんだよね。風船ありがとうございます。ありがとう、たくさんポイント。明日から仕事だ、明日から仕事だ。久々の連休だったな。あれどこやったっけ、シフト表。休み、休みすげえ堪能できたわ。オフ会とモンタンとデート、デートっつうか、まあ、一緒にいただけだけどさ。連休が23だから、あ、でも来週変則シフトだけど、ほうほうほう、いいね。なるほど、こういう感じか。メガホン、メガホンありがとう。何これ、メガホンだって初めてなんだけど。ふわっちでのんたん出てくれないのだってよ。また今度出るって。うん、この前出たよ。タイムシフト残ってるから見てみて。のんたんこの前出た。のんたんはね、メイクをバッチリしてる時しか出たくないんだって。女の子だからね。のんたんのツイッターももしよかったらみんなフォローしてね。彼女でいることはいいことや。うん、そう。爪にあげてる？あ、そっかそっか、爪にあげてるか。あ、そうだね、爪にあげてんだ。たくみさんに後で相談しないと。うん、楽しみにして。もしよかったら YouTube も登録してね。俺のコミュニティに貼ってあるから。よろしくお願いします。じゃあね、俺これ残り7分で今日は終わりにします。明日仕事なんで、明日の仕事に備えてまた放送やるから、みんな会いに来てください。ありがとね。ロハコさんもふわっち誘ってみようかな。一緒にやろうよつって。誘わなくていいか。まあいろんなスタイルがあるからね。ロハコさんも配信者だから自分で気づくもんね。米読んで、米読んだよ。実はチーズオムレットめっちゃ美味しいのあるの。ああ、ごめんごめん、スルーしてた。チーズオムレット、じゃあ楽しみにしてます。でもね、もしかしたら近々北海道行くかもしんない。俺本気で考えてる。うん、そうだね、彼女できてリア充になったから。飲んだ後いつもニコニコしてる。リア充だから。彼女できてからすごい顔が柔らかくなったって言われる。おお、りんごのすけさん風船ありがとう、ありがとうございます。サンキュー、ありがとう。モンタはね、多分ね、あの、東京っていうかね、あの、家から30分圏内のところから多分出ないと思う。なんかね、ディズニーランドのチケット用意したの、モンタどっか連れてってあげようと思って、ディズニーランドのチケット用意したよって言って、ディズニー好きって言ったらもうこんな顔してるわ。外に出るのが嫌いなの。そんなことよりもニコ生を見たいの。すごい可愛くなった。そうかな。のんたんはね、あの、家の中でずっと配信見てるのが何よりの幸せだから。でも、のんたんとね、あの、ディズニーランド行くんだ。こんな顔になるの。六本木行こうって言ったもん。渋谷とか行くって言った。池袋の方が好きかなって。どこ行きたいのって水族館って言ってあ、じゃあ今度行こうって。そうだよ、水族館行く約束してたじゃんねえ。今から行く今からやだ、終わっちゃってるか。水族館行こうね。東京だと水族館って葛西臨海公園とあと池袋サンシャインだっけ。この2つだよね、多分。他にないよね、水族館って。え、品川にもあんの、水族館。へぇー。
あ、知らなかった。品川で遊んだこと全然ないんだよな。品川ありかも。お、リンゴの助さん、風船ありがとう。ありがとうございます。だからでもデートできるっていいよね。一人で遊ぶことばっかりだったから、なんかね、一緒にね、どっかに出かけるのが楽しみっていうのがいい。バーガーありがとう、クミタン。サンシャインからの本社放送。あ、いいかもね。池袋サンシャインで本社配信で、ニコ生のね。品川か。プラネタリウムとか行ったことある？俺プラネタリウム人生で一回もないかも。面白いの？プラネタリウムって。面白いと思うよ。だってあれ天井に光、ライト当ててるだけでしょ？うん、何が面白いの？星だってライトでしょそれ。星なのそれ。星なの。俺行ったことないから、なんかプラネタリウムの良さが全然わかんないんだけど。眠くなるの。サンシャインにプラネタリウムあんだ。へえ。なんだろう。でも俺水族館とか美術館とか好きだから、なんか六本木の、なんだっけ、六本木に今新国立美術館できたんでしょ、東京都美術館。東京都美術館。そこ行かない？うん。うん。なんか美術館久々行きたいなと思ってる。プラネタリウムって爆睡できるんだ。眠くなるんだ。へえ。え、何？それは何？ずーっと入って、なんか30分ぐらい見るの？時間制なの？それともなんかずっといていいの？なんか自由に入って自由に出てくださいみたいなシステム？何？爆睡ってどういうことなんだ？みんな寝てんの？カーッつって。へえ。行ってみようかな。なんか人生で一回ぐらい行ってみた方がいいもんね。ちょっと勉強してきます。社会科見学に行ってきます。なんか俺ね、意外と好きなのがね、あの、科学博物館とかがすげえ楽しい。あの、日本の最先端の科学とかを展示してるやつで、だからいろんな、あの、モニュメントとかがある。360度の映画館みたいな感じ。ほー。暗いから余計に眠くなるんだ。行ってみようかな。寝るの好きだから。安眠として行ってみようかな。他にみんなどんなデートが好き？デートって言ったら定番はあと何かな？あ、でもね、俺一回行きたいの。富士急ハイランドに絶対行きたいの。俺絶叫マシンは乗りたくないんだけど、なんで富士急に行きたいかっていうと、あれなんだよ、エヴァンゲリオン強いじゃん。富士急とかユニバーサルスタジオジャパンって。あ、映画はね、あの、いや、映画もいいね。映画はのんたんと一緒に見よう。うん。あの、エヴァンゲリオンの催し物がやってるところに行きたい。エヴァンゲリオン大好きだから。死ぬほどエヴァンゲリオン好きだから。それはちょっと興味あるかな、俺の中で。ということで、皆さんありがとうございました。また、ふわっちで放送するので、皆さん楽しみに見に来てください。25名さんありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。お疲れ様です。風船と、ハンバーガーと、クラッカーと、ハートマークと、花火ありがとうございました。またふわっちもやるから、ニコ生もやるから、もしよかったらツイッターとかフォローしてください。よろしく、またねー。お疲れー。